とも心さんのインタビューです。テーマは、味わう必要がない魂ってどういう魂なのかという、味わう必要がない魂は人間独自の、自我、執着、依存を手放すことで自分の人生をもう歩むことをしなくなるんだよね。で、しなくなるっていうことは自分のためではない人のため、地球のため、宇宙のために行動していく人となって発信する側の世界に入っていく人たちのことを意味するんだけど、それは自我を味わい尽くさなきゃいけない、それを味わい尽くした先に見えるものなんだよ。だから味わい尽くし、自分の魂が選んできたシナリオを味わい尽くさない限りそこにたどり着くことはできない。そして自分自身と向き合わないとそこにたどり着くことはできないものだから、自分の人生を先に歩むこと、自分の魂が選んできたシナリオを味わい、酸いも甘いも味わい尽くした、尽くさなきゃそれはそこに行くことはできない。だから味わい尽くした人は自分のために行動をすることはない。必ず人のため、世界のため、宇宙のために発信行動、そういうふうに最後の転生として生まれてきてる。最初は自我だらけであったとしてもね、だけど、もう変わりゆく中、もう自分の人生、自分の魂が選んできたシナリオ通りを卒業して、天の描くシナリオ、宇宙、天の委ねのステージっていう、委ねるっていうステージに入っていく。ありがとう。